人類資金は、福井春都市の書き下ろし小説、また、それを原作とする日本映画、M 資金をめぐる陰謀と戦いを覇写した作品。小説は2013年7月から、講段者文庫で刊行され、全7巻で完結となる予定。2005年、映画、亡国のイージスで福井と、坂本淳二が原作者と監督として出会ったことが、小説を書き下ろすこととなった発端である。 坂本が長年温めていたテーマである M 資金を題材に再びタッグを組むことを福井に提案した。一方、福井もかつてデビュー前の終作で M 資金を描いていたことからこの提案に共鳴し小説と映画の連動企画として動き出すこととなった。原作付きの映画は通常映画の完成前にある程度小説は完成しているが本作は福井が 映画制作に深く携わってから小説に着手したため、第1、2巻の刊行後も、全7巻にある小説を同時並行で執筆し、月刊ペースで刊行していく形となった。映画版は2013年10月に公開されるため、同じプロットをもとに、小説と映画で2つストーリーを作ったという。福井作品の多くは、各作品の世界観が共通しているのが特徴で、 時系列的には本作は2011年に出版された震災後の続編ということにはなる。しかし物語は各作品とも基本的に独立している。2013年10月19日公開。制作プロダクション最後の作品。丸の内ピカデリーに新宿ピカデリータ全国260スクリーンで公開され、2013年10月19日。 2日の初日二日間で、公習一億七百六十九万八千八百円、動員八万九千二百三十人になり、映画観客動員ランキングで初登場第四位となった。最終公習は四点一七億円。映画芸術二千十三年日本映画ベストテン＆ワーストテンでは、ワースト四位、雑誌、映画秘宝が発表した二千十三年度の映画に、対する、 ワーストランキング、ヒホは、クサイアワードでは9位と評価された。ありがとうございます。